大半の求職者がリクルートスーツを着用して臨む合同企業説明会の様子会社説明会の様子リクルートスーツは現在の日本において就職活動中に着用することを目的とした被服とその着こなしのスタイルのことリクルートスーツは和製英語であり陸数や就活スーツと称されることもあるリクルートスーツなる語が用いられるようになったのは 1970年代末頃からで、それ以前は大学入学時に購入した学生服を着用するのが定番であった。1971年の就職情報誌は普段は、機内学生服を着て企業を訪問する学生を取り上げ、丸の内では例年こうした学生の姿が見られるとしている。1975年の週刊誌にも就職活動の学生に向け、 学生服を応援団から借りるのはやめた方が良いと忠告する記述が見られる。スーツ着用が広まり始めたのは1976年に大学生協が伊勢丹との協力で就職活動向けのスーツの特設販売を行ったのがきっかけで翌年からはデパートが一斉に追随したという。この特設販売に携わった職員は リクルートスーツという言葉の生みの親とも呼ばれている。1980年時点ではデパートのスーツ販売を取り上げた新聞記事においてリクルートスーツがデパートの秋口の目玉商品として定着したと評される状況となっている。1980年の週刊誌に掲載された記事では、商社の採用担当者の発言として就職活動をする学生は10人に1人が 学生服で大半はスーツと述べている。また、同時期の大学生協の調べでもスーツが主流となっており、色は7割から8割が婚姻、9割は就職活動の際に新規に購入しているとされている。女子学生については進行が異なっており、1981年の女性誌の調査では、スーツが多数派ながらブレザー。 ワンピースを着用する学生もいた。1983年には、伊勢丹が女子学生向けのリクルートスーツを売り出し、男女雇用機会金等法が施行された1986年以降は、女子についても、濃紺のスーツばかり、という状況となっていった。最近では、みんな同じ服装で気持ち悪い、就活生に買わせて儲ける、バレンタインチョコのような販売戦略など、 就職活動において皆が同じような服を着ていることに対する批判が起こるようになった。特に黒のスーツは本来観光葬裁用であり、世界常識的にビジネスの場では不適切とされているため、就職活動において黒のスーツを着用することに対する疑問の声は大きい。ありがとうございます。